プラス8はイギリスのモーガンが1968年から2004年にかけて生産したスポーツカー。プラス4の車種をベースにアロイブロック V83.5 リットルローバー V8 エンジンをビューイックから購入し搭載したモデル。車種とフェンダーはそのハイパワーを受け止めるために強化され、車幅は初期の1968年モデルで57インチ、最終型では64インチ。 さらにオプションで67インチのワイドボディも存在した。2012年3月6日、ジュネーブモーターショーにてプラス8の改良モデルが発表され、8年ぶりにプラス8の生産が再開された。エンジンは BMW 製 V84.8 リットルとなり、6速 MT に加えて ZF 製6速 AT も選択できるようになった。 2014年5月14日、生産開始100周年を記念して限定車、プラス8スピードスターが発表された。2018年3月6日、ジュネーブモーターショーにてプラス8の50周年を記念した限定車、プラス8 5ジュースアニバーサリースペシャルエディションが発表された。BMW 製の自然吸気4.8リットル V8 を積む最後のプラス8となる。限定50台。 モーガン公式サイト、ジュネーブモーターショー12、モーガンから、新製プラス8、BMW 製エンジンで復活。レスポンス、2019年7月2日閲覧。A モーガン、プラス8、スピードスター限定発売、BMW 製、V8 は 367PS。レスポンス、2019年7月2日閲覧。BMW 製の自然吸気 V8。 エンジン搭載最終モデル、モーガンプラス8に50周年記念車、ジュネーブモーターショー2018。レスポンス。2019年7月2日閲覧。ありがとうございます。